どうもこんばんは、加瀬一介です。今日は2023年の7月4日の夜の21時51分ですね。火曜日の夜です。今日は平日なんですけども、まあ歌を歌ったり麻雀を歌ったりと麻雀を打ったりと、まあいろいろと、まあ、楽しんでおります。体がいくつあっても足りないぐらいいろいろ忙しいですね。はい、ということなんで、まあ団員戦ですね、あ、じゃない、トーナメント戦ですね。トーナメント戦の、サードステージです。高ハイパー来ました。ハイパー点数は7点ですね、いや8点ですね。質問も第1質問もよしというところで、まあ、とりあえずですね、トーナメント戦がまだ6位ぐらいだったと思うんで、イーシャンテンか、まああのサクッと、いきなりか、はい、ウーパーピン、まあまあ最終形ですね。リーチドラ1です。あ、缶をします。はい、裏1枚、さあ満貫チャンスですね。リーチ、まあ缶ですからね、まあリーチドラドラの時点でもう満貫あるような感じですね。はい、ということでヤムピンですから上がれるでしょう。さあ、まあそんなわけでとりあえず、あ、ニナキか、チューンはないから大丈夫。まあ一応そんなわけで赤をゲット。裏1で跳ねマンですね。さあどうか、リーチ、ドラ3なんですか、缶してますんで、まあ、マンガンですね。はい、ということで、4班マンガン。さあ、あ、まあ一応話の途中でいろいろやっておりますけども、とりあえずトップを取りたいということです。これはハイパイ点数、まあ7点ですね。メンツはないんですが、泣けるし、ドラもあるしというやつです。さあ、初来ましたけど、初は1枚落ちですね。チューンは即泣き。そして、あとは、リャンゾは泣かなくて、まあまあどっかウーピンか、まあ、サブローピン、サブローさん入ってくれてもいいし、まあどっか行くでしょうということで、リャンゾ頭に固定しました。これで数ピン引きの、あ、まあまあいいピンは打てますね。ウーピンはどうか微妙ですけど、ここはリャンゾも、あ、まあ加減はしないんですけど、まあリャンゾが出たら泣くかな。うん、まあまあウーピン勝負してもいいんじゃないかなと思いましたが、ここはまあまあ9ピンを勝負しますかね。はい、サブロー9ピンか、うん、どこを打っても当たりましたね。はい、まあやむなしです。はい、裏が乗らなくてよかったですが、まあ7700大きいな。はい、まあしょうがないですね。はい、まあ、サブロー9ピンか、あれで、うん、まあまあありますよね。これはハイパイ点数6点ですね。本一気味だし、ドラもあるし、あ、なんか来ましたね。これはもう本一ですね。もう本一はもう積極的にガンガン狙っていきます。これは泣きません。で、ドラを離して、もう完全に本一系の。しかもこれ、面本ですね。これは面本いけるでしょう。ちょっとペイはちょっと残念。初はもう泣きます。ということで、面本諦めまして、テンパイ、イースピンか、サブローピンか、まあ、ローキューピンか、ローキューピンですね。これ一応、キューピン高めなんですけど、キューピンが1枚しかないと。はい、積もられまして、次です。まあ、親に連チャンされましたか。まあ、しょうがない。次です。はい、まあ、安いから良かったとしましょう。さあ、次ですが、日本馬なんで、まあ、安手で曲がりたいとこですが、非常にいいですね。はい、これはハイパイ点数は6点じゃないな、7点ですね。これは本一にも見えるし、まあ、白がドラという、まあ、そういう格好ですね。まあ、本一行くか微妙なんですが、ドーピンも、まあ、ウーピン、あ、スーピン来たか、であれば、まあまあ、ここはちょっとピンズを残しますか。で、白髪チューン、三元杯を諦めて、あ、初。であれば、ちょっと、まあ、しょうがないな。ちょっと方向転換。まあでも、チューンを捨てたのは、まあ、しょうがないんです。あ、そっちか。まあ、初泣いて、あ、缶か。缶をしてきたな。わしかも乗ったな。さてさて、じゃあ、リャンソから先行きますか。はい、積もられましたね。いやいや、まあまあ、しょうがない。とりあえず、マンガンですか。まあ、割と平たくはなってますね。
はい、ドラ演出聞きましての親番。はい、ペイが1枚ある。1,2,3,4,5,6,7 種か。まあまあ7種なんで、まあハイパイ点数は5点ですね。あまり良くはないです。ただこれは初を即泣きして、まあまあ、まあとりあえず安手でもいいから上がろうぐらいのペイですかね。しょうもない老朽ピンなんですけど、ここは一回上がろう。本場もないのになんかこう頑張ってもしょうがない手が入ってしまいましたね。まあこれ上がれるでしょう、サクッと。ドラも特に見込めないしいまいちなんですが、はい、これで当たりです。まあリーボーはなしかな。リーボー直撃なんでリーボーなしですね。はい、ということで初のみですね。しょうもないです。まあこればっかりはしょうもなかったですね。はい、次です。さあこれはハイパイ点数は6点もないか5点かな。まあメンツがあるんで、まあ普通に上がれそうな手牌ではありますね。まあとりあえず役牌をちょっと維持しつつ、イーソーとか落としていきますか。これでイーソー落として、なんか対面がちょっと自牌に頼ってそうなんでどうかなという感じはするんですけど、まあ初切りましたか。初をじゃあ落として、ウーピン、いいウーピン引きですが、まあこれはちょっと、まあリーチか。まあいいでしょう。これでウーパーソで満貫のチャンスです。はい、まあもう一回上がっておきたいんでいいんじゃないでしょうか。リーチ、ドライチですね。ローソチース当たりか。はい、見事でした。1枚ないですね。リーチ、ドライチ、ザンクですが、まあまあよしとしましょう。さあ連続で上がっております。もう一回上がりたいところですが、1,2,3,4,5,6 種か。これはハイパイ点数はまあ4点ですね。これは何にもならないいまいちな手ですね。まあでもまあ角は非常にいいですね。これでチーソー持ってくれば完璧なナイス角なんですけど、あ、ペイを持ってきたか。これはかなり大きいですね。このペイはでかい。となるとペイを泣いて、まあここはリアンピンはいいか。あら、コンピューターがなんかダイソーしてます。コンピューターがやってまいりましたが、これはちょっとどうしようかな。急走通すか。急走として、リアンピンはもう一回捨ててるんで、そうですね、ローピンはいらないんですけど、まあちょっとペンチーソーを切ら、裏めった思いっきり裏めったけど、まあでもまあ感動層がいけますからね。感動層はまだ生きてますが、もうここで諦めます。ってなってくると老朽ピンかな。ウーソが来たか。またむちゃくちゃだなこれは。はいはい、難しいんですけど、スーソーとします。これはスーソーとしたのはこれを待ってたんですけど、今一応両平行に受けますけど、もうないな、もう枚数が。いやもうリーチはしないんですけど、リーチないと上がれないから、もうリーチをしょうがない。まあこれはうまくいけばとは思うんですけどね。うまくいきましたね。これでリーチドライオン、はいはい、まさかのリーチドライオンでした。確かにこれサブローソっぽくないんですよね、この捨て牌は。はい、マンガン取れました。ラッキーです。はい、今のはラッキーでしたね非常にちょっと下手な打ち方をしましたがラッキーでした。1,2,3,4,5,6,7 8種です。これはもう国士を狙います。国士は積極的に狙っていきます。特にコンピューターがいるような局では国士は出やすい。さあ、あっという間に3シャン点ですが、これ頭すぐ入ってくると思うので、何が欲しいのかと。9ピンとトンペイ、9ピントンペイトン9ピン、9ピン来た。9ピン来まして、ペイがあと1枚しかない。ペイがあと1枚しかないということは、ペイがあと1枚です。
映画あと1枚です。パーツがペイがあと1枚ですが、トンはまだあるのか。トンは生きていて、でももうさすがにきついかな。あー、来ました来ました。さあペイです。ペイ親役ですけどね、ペイが来ますかね。さあ、トイメン張ってるのかな。さあどうでしょうか。非常に楽しいんですけど、いやー厳しいかなー。いやーダメでしたね。はい、ペイはどこに、あ、ペイは山か、大灰にありますね。はい、残念。まあまあいいです。とりあえず役満はテンパイするだけでも楽しいんでいいです。はい、4本場なんで1本取りに行きたいところです。これハイパイは、7点ですかね。まあまだまだ7点、あ、ん、これ7点か、7点もあるか、ありますね。まあとりあえずもうここは本一狙いで、本一一直線でやってまいりたいと思います。さあ難が1枚落ちまして、白も落ちましたと。白は2枚落ちですね。シャーは4枚目。はい、どんどん落としていきます。しかしトイメンの人はなんかあんまりなんか勝負してこないなという感じがしますが、まあいいです。はい、とりあえず、はい、これも泣きます。これ泣いてカンパッソ。さあこれでただの本一なんですが、まあやっぱり 親局を進めていきたいんで、ハーツか、まあいいでしょう。いきます。リーソーカーンします。はい、何もなりませんでしたと。Q1 カットして、まあ、パッソは積もりましたね。はい、本一です。で、カーンしましたからね、不跳ねはしないのかな。まあでもあんこがある、ポーツがあるんで、一応まあ一応そういうことでした。不計算はあんまりわからないですと。さて、そして何2曲なんで、んドラ演出来ましたんで、あんまり当てにならないドラ演出ですが、まあハイパイは6点かな。これもなんか割と形はいいです。ただ9万はいらないんで9万から落としていきまして、でコンピューター様がいるおかげで、まあ本一とかを狙っていけるかなと思ったんですが、数ピン来ましたから、ここはもうピン風を狙っていきたいと思います。うん、3ピンか、3ピン落としますが、ここでソーズが入ってくるものであれば、まあやっぱり、まあここは初落としますかね。初落としてウーピン、まあでも赤ウーピンもないんで、赤ウーピンもないならピンズを見切るか。ピンズがどんどん入ってきてますけど、どうせ9ピンとかはいらないし、急走泣きます。急走泣いてパストリアンソーも泣きまして、あと、ウーソー、赤ウーソー来ましたが、どこが外す、まあ、イーソー外せるのか。ウーソーは泣けないですね。今は大丈夫として、シャー現物。スーソーもダメですね。これ泣いたら上がれないんで、まあ、チーソーか。イーソー勝負するか。いや、ここはもうスーソー打って回ります。はい、1本も2本も交代して、安牌を打ちまくりますよと。いうことです。ここで当てるのは本当にバカらしい。はい、初か。はい、次です。そしてこれでオーラスですね。はい、一本場でリーボ1本、最後1000点で、上がってよしという。まあこれも結構ハイパーいいですね。これはハイパー点7点です。ドラがいいですね、非常に。緩和せずにとりあえず単用で取っていきたいと思いますんで、逆牌から落としていこう。まあ、急走もまあいい引きですね。さて、ローピン来ました。これで勘ですね。ローピンが来たんで、しかも乗りましたと。さあ、ここはどう持っていくべきか。泣きたいけど、これは泣けないんで、そうですね。まあ、数素が入ってくるのが分かりやすいかな。はいはい、これで単用にも受けれるんで、泣きもできますと。ただ、まあ、泣く牌は特にはないか。2、3、4、ウーソを放つような手前になりそうな。リーチは行きましょう。これで
バイマンチャンス。これでコンピューター様からバイマンをいただくという計算です。さあこれ何待ちかな。これはスーチーピンか。はいはい、スーチーピンゲット。バイマン以上確定ですね。え、メンタン1,2,3,4,5 裏も乗ってそうですね。3倍マンあるか。3倍マンはないか。はい、バイマンで、8万点で終了ということでした。はい、ということでかなりいい上がりが取れましたね。まあ100万も転配できましたし、楽しい曲でしたと。8万点取ったらそれは楽しいですよね、さすがに。さあこれで一応7位か。うん、まだまだ、うん、結構上がいますからね。まあまあまだまだトップ全然取れてないんで、トップ目指して頑張ります。もう一回行きます。ということでカードを装備して、で、もう一回やってまいりたいと思います。トーナメント戦ですね。さあ今さっきの8万点トップ取りました。8万点トップってなかなか取れないんですけど、よく10万点とか12万点とかトップ取ったなと、本当に自分で感心してしまいますが、まあそういうこともありますよというとこですね。さあ減給戦ですね。減給争奪戦始まりまして、まあ、上茶の方との直対だという感じで打ってまいります。4万点トップを目指して頑張ろうと思います。さあこれは 1,2,3,4,5,6,7 種か。7種からでも国士はいけると。うん、まあこれは頑張っていきましょう。ハイパイ点数はまあ5点ですね。まあメンツはあるし、いやハイパイ点数は4点ですね。いまいちな点数です。ということで薬杯はもう先落とししてもいいかな。うまくいけば上がれそうなんで、ちょっと暗黒帝っぽくはなっているんですが、小さか、なんか割と統一帝ですね。さて9ピンを泣いてきたんで、まあまあ染めてですよね、これは。チュン、まあとりあえずなんかあんまり形は良くないんで、そんなに上がれるとは思えないと。まあ泣きが2風呂来ましたからね。チートイに受けるか。チートイに受けていきましょう。ここはシャーは切ります。まあ、ウーピンは非常にいいウーピンなんで、そろそろやばいか。ペイは一応いける。ウーピン、チーソー、三蔵。三蔵、まあそうですね、ソーズはまあ、ちょっと下茶が想像が怪しいんで、はいはい、そうきたか。これはもうちょっと上がられるわけにはいかないんで、振るわけにはいかないんで、まあちょっと警戒していきますかね。あと12杯。これはちょっと転配してもいまいちなチートイです。はい、積もられたか。親ですからね、ちょっとこれは危ないな。トイトイドライオン、いきなりインパチか。きついな、インパチスタートはきつい。なんちゃなんで、これはいいですね。リー1,2,3,4,5、まあこれはハイパイ点数はまあごくそれも5点というところですね。まあ親落としに行きましょうか。5万点か、きついな。さすがにきつい。ここはちょっと親に走られたくないんで、親落としのために早上がりを仕掛けていこう。で、初チュンと落としていきます。いい3ピン引きですね。これはリーチかけて上がれそうですね。なんとか。とりあえず、ウーソー引きでもいいし、まあ、イスーチーピン入れて、カウンソか。カウンソぐらい取れるでしょうということで。はい。まあ、一番上がりにくい、ウーソー短期。ウーソーの、一個待ちなんですけど。まあ、これは、親を落とすのには十分なリーチですね。まあでもリーチなんドライチですからね、手としては悪くはないですね。3班確定です。まあ赤でもいいし、ツモでもいいしという、まあそういうやつです。
まあ出上がりは期待しにくいんでいつも期待しております。あと親利か、まずいな、これはまずい。まあ街悪いですから、あ、来ました来ました、裏位置ですね、裏位置で満貫。さあどうか、1枚乗ってくれるかどうかですが、なあ残念、まあいいや、満貫です。はい、次です。これでだいぶ落ち着きましたね。さあ親番でドラ演出が来ましたが、チュンドラか、まあでも形は非常にいいんで、これは7点ですね、7点で、チュンをちょっと一生懸命待ちます。あ、来ました、チュンは即泣きして、まあ、もしくは頭として使う手で手を進めていきます。これでいくと3ピンか、もしくはまあローピンとかパーピンとかが来ると分かりやすいというか、あとまあそうするですよね。あ、なんか何が来たんであれば2ピン落とします。2ピン落として、トーンはいらないで、チュンは泣きますが、ナンはスルー。あーっと、チーソが入ったんで、ここは、まあ、チーピンも落とします。あ、3ピン、裏めってしまいましたが、これはもうやむなし。はいはい、3ピンやらいらないですね。で、ナンは、まあまあ、そうですね、チュンが出てくれるのが一番いいかな。あと、9ピン泣いてきたか。じゃ、ペイもハツもいきます。はい、ナンはいらないですね。はい、あーっと来ました。これでパーソーのみか。パーソーのみですけど、1枚行きましょう。これはもう時間がないんで、パーソーのみで勝負します。はい、これでリーチです。パーソー1枚の勝負です。さあ、どうかこの最強のおやりに、パーソーのみの最強おやりに突っ張ってくるかどうか。おーと、白は泣くか。はいはい。まあ、パーソー掴んだら絶対出ると思いますが。積もられましたね。いやー、そう簡単にはいかないか。まあまあ、当たらなかったからよしと考えますかね。さすがに1枚の待ちはちょっときつかったが。まあまあ、親リーなんで、そういうこともあります。1、2、3、4、5、6周。ハイパイ点数は4点ですね。これはいまいちです。とりあえず E1 級は、あ、でもいまいちですけど、第一つも初っていうのは夢がありますよね、これは。まあ、あとまあ、想像を放していけそうなんで、初チューンない、あ、でもローソ来たか。まあ、ここは、スーピンか。まあ、何落としてみるかな、これで。で、チューンを泣いて、テンパイ取るか、あ、まあスーピンか、スーピンは泣かない。まあ2ピンとか入ってくれば、あ、そうきたか。難しいですけど、ローソン2枚落としてみるか、これで。まあちょっとまだ諦めてはいないですよ。どっちしてもここは突っ張らないと直体なんで、なんとか5万点落とさなきゃいけないんで、まあ、いそう、行こう。と言っても、あんまり落とせる範囲もないし、なんか、何が打てるのか。何が打てるんで、いや、かといって、これ、形が成就するかどうかですけども、いや、いまいちやな。チューン行くか、チューン。チューンを2枚落として、いや、ローピンも通るんで、もうローピン落とすかな。まあ、ローピン落としましょうかね。これはベタ折りします。もうせっかく、ちょっと頑張ってみましたが、ベタ折りコースですね、これは。ダメですな。あ、まあでもまあ、急走は打てるんで、急走打ちます。そして、あとは、ウーピンも打てますね。下茶も多分大丈夫。はい、ハクはポンカスで、チーピン。はい、ということでした。はい、次です。まあまあ、ここは今のかわしでもうやむなしというところで、リーボート一本場を取りに行きます。
さ、ハリパイ点数はこれはまあ6点もないな、5点ですね。これ上がりに行くか微妙なんですけど、ツモが良ければ上がれるという感じですかね。一応ちょっと一通も若干見える手配ではあります。あードラが来たんであればこれはちょっと頑張るか。白髪チューン、白髪チューンは諦めて3品を残します。3品のくっつきを残してチーソー、いやこれはいかないですね。いいピンか、ちょっとローピンを2枚使いたいんでジャンピンを期待してイーソー切ります。あ、急走切ります。急走か、ちょっと微妙な急走だったんですが、ここはなんとか白を鳴いて、まあそうですね、チーソー白ローピンも鳴いていいですね。ここはもう白を鳴くものとして、ソーズの切りがちょっとタイミングが難しいな。スーピンか、ソーズとりあえずイーソー落とします。イーソー落として、でチーソーも落とすか、先にチーソーを先落とししておいて、わなんかすごく長いんですが酸素、あら CPU、どういうことか。しかしもう5万点持ってたら CPU になってもちょっときついな。白は持たれてる可能性が高いですね、どうやら。まあかといって手代わりももうないので、チーソーポンして、でローピンをできれば泣いておきたいんですけどね。ローピンを泣いて、で一応、ああ役なしか、役な役がないやつですねこれは。あらこれはしくったな。まあでも白を持たれてる以上ちょっとどうもならないなこれは。はい、ダメでしたね、一人転敗。さーてこれで、まあコンピューターになったとはいえちょっと厳しい点差だな。さてこれはハイパイ点数いまいちな感じですが、まあ4点ですね。ただし、相手はコンピューターというのと本一をガチで狙いに行ってなんとか無理やり上がるか。ペイを泣きまして、白髪落として、イーソもスーソもローソも泣きますよという感じでいけば無理やり本一上がれるか。さあ無理やり本一上がるような感じでいきたいんですが、これはまたローソファーソーは泣かない方がいいのか、ローソチーソーは泣かん方がいいかも。泣くとしたらリャンソとスーソだけ。あ嘘か、嘘きたかじゃあリャンソ、あリーチか、あ一発か、どうもならん。はい立足、まあしょうがないですね。さてさてこうなってくるとオーラスで厳しいな。いや後輩パイはいいんですけどね。チャンタか、チャンタリーチ、チャンタ、いやきついな。まあ本一ですね、狙うなら本一。しかも何点かな、ハネマンだと12000、12000じゃ足りないんで倍マン積もらないとダメかな。まあ倍マンはどっちにしろ無理なんで、これはリーチしないですね。さあしかしなんとかこれ天杯まで持っていけたらいいんですけどね。あ来ましたねこれで、はい、まあ跳ねワンチャンス、あ一発か、これで立足本一初、裏裏で倍満なんでこれで逆転できるんじゃないでしょうか。あらこれはまさか浦さん、はい倍満ですね、これで大逆転。いやーちょっと足りん、はい、ということでした。なので結局これだけ検討したんですけど玉取られるんですよね。これがちょっと辛いんですよ、せっかく頑張ってラッキーしたのに玉を取られるという。
はい、ということで以上になります。それではご視聴どうもありがとうございました。